はいどうもキラです。今回はメルとモミジのスキルの詳細が出てきましたので事前にチェックをしていこうと思います。特にね今ちょっと限定キャラもやってますのでちょっと回すかどうか悩んでる方もいらっしゃると思うんで一つの判断材料として聞いていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まずメルの性能なんですけどもストライカーのキャラクターです。なんかスペシャルっぽく見えますけどね。クラスはアタッカー、ポジションはミドル、攻撃タイプは貫通の、防御タイプは軽装備となっております。新しく始まる総力戦ワカモホバークラフトは敵の攻撃が貫通なので軽装備が有利、敵が重装甲なのでこちらは貫通攻撃が有利ということでそこに最適化されたキャラクターかもしれません。でスキルの方を見ていくんですけどまず EX スキルは敵1人に対して攻撃力分のダメージを与えるほか攻撃力分の火傷持続ダメージを付与、まあ、ダメージを与えて火傷も与えるってことですね。でさらに弱点把握状態を一定時間適用。弱点把握状態って何なのかっていうと弱点把握状態が相手にかかりますとそのかかってる間こちらがダメージを与えるたびにメルの攻撃力を参照したダメージが何パーセント入るというものになります。ちょっと分かりづらいんですけど、すでにこれが実装されているキャラがいまして、SRT のミユですね。通常のミユが、この弱点把握状態というものを持っています。ただ、ミユに関しては、弱点把握状態を与えるだけのスキルになってまして、このスキル自体にダメージはありません。なので、コストをなるべく多く貯めた状態で、これを敵にかけて、他のキャラクターでダメージを与えて、このダメージをさらに増幅するための EX スキルとなっておりました。で10秒間ですね。でただメルに関しては自身もダメージを与えてさらに火傷も与えられますのでコストは3よりも全然高くなるんじゃないかなと思われます。でこれは一発一発にミユの攻撃力の 30% 分のダメージが追加されるという内容なのでミユ自体のステータスも大事ですしもうとにかく手数が重要です。一発一発にミユの攻撃力の 30% 分の追加ダメージが入るのでこの10秒間の間にどれだけ当てられるかという勝負になります。つまりミユを編成した時点でミユのこのスキルに合わせたとにかく攻撃の回数が多い編成を組まなきゃいけなかったんでちょっと微妙だったんですよね。どうしてもミユに編成が寄ってしまうのでちょっと使いづらかったんですけども、それでも総力戦ビナーの最高難易度のトーメントで使われたりはしておりました。で今回のメルは同じようなスキルになっているんですけど自身もダメージを与える内容になってます。でこの弱点把握状態の追加ダメージに関しては会心が起きません。なので会心ダメージよりも攻撃力を増してほしかったんですけどミユに関してはなぜか会心ダメージがいろいろと盛られるスキルになってましてちょっと噛み合ってなかったんですよね。ですからメルに関してはパッシブスキルを見ていただくと攻撃力の増加になってますのでこのあたりは噛み合ってると言えるでしょう。でノーマルスキルは敵1人に対して攻撃力分のダメージ。でさらに火傷ですね。でサブスキルも攻撃スキルになってまして、通常攻撃を一定回数行うと強化弾を発射し、攻撃力分のダメージ。全部攻撃特化の内容になってます。でただね、攻撃タイプと防御タイプがミユと全く同じなので、ミユで良かったりするんじゃないかなと思うんですけど、まあ、攻撃倍率とかによってメルの採用になるかもしれません。はい、次にモミジに行きましょう。モミジはストライカーのキャラクターで星2のキャラクターになります。なので今回のピックアップを逃してももう全然星2なんで引ける可能性は高いです。ストライカーのアタッカーでポジションはバックとなっております。グレネードランチャーのキャラクターなので攻撃速度は遅めですね。そしてなんと攻撃タイプは振動ということで水着の花子に次ぐ振動のキャラクターが実装されます。しかも星2で防御タイプは重装甲ですね。でスキルなんですけどもう本当にゴリゴリのアタッカーで EX スキルが円形範囲の敵に対してダメージ、そしてノーマルスキル、パッシブスキル、サブスキルが全て攻撃力の増加ということで全てが噛み合った時に攻撃力がマックスになって EX スキルのダメージが出るという感じになるんじゃないでしょうか。何にせよゴリゴリのアタッカーが星2で実装されるのはかなり嬉しいですよね。ただ攻撃タイプ振動という内容なので相手は特殊装甲か新しい防御タイプの弾力装甲の敵が出てくるコンテンツが用意されているかもしれませんね。ノーマルスキルは一定時間ごとに攻撃力を増加でパッシブは常に攻撃力の増加、サブスキルもですね戦闘開始時に攻撃力の増加っていう感じなんですけどこれに制限時間があるのかどうかが重要ですね。なってないんだったらパッシブとサブはもう常に攻撃力の増加をしていてノーマルスキルだけ時間制になってるっていう感じになるのでかなり使いやすそうです。モミジに関しては特に言うことないですね。もうむちゃくちゃ可愛いんで早く欲しいです。
2人を引くべきかどうかに関しては今のところまだ分かんないんですけど、ただ今回チェリノもピックアップされるんですね。でチェリノってめちゃくちゃ強いキャラクターで、いろんなところで大活躍中のキャラクターになってます。ただ割と最近ピックアップされていたので引いたっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、持っていないんだったら今回のガチャのついでに引いちゃう方がいいんじゃないかと思ってます。なのでチェリノついでに今回引く感じになるかなっていう予想ですね。っていうのも今のね限定キャラの水着のイズナとかの方が重要度は高いと思うんで、だったら今のイズナを引いた方がいいかなっていう印象です。ただちょっと数値見てみないと分かんないですけどね。ということで事前にモミジとメルの性能を見てきました。良ければ参考にしていただけると嬉しいです。当日は出るまでガチャ配信いつも通りやりますので、ぜひ遊びに来てください。ということで今回はこの辺で、良ければ高評価も押してくださると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。